厚生労働大臣の記者会見です。厚生労働行政を引き続き担当するようにという指示を受けました細川一郎でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。総理の方からは社会保障税の一体改革を実現する観点から社会保障安定強化のための医療、介護、年金などの具体的な制度改革案を関係大臣と協力をして検討をするようにと、併せて年金記録問題への集中的な取り組みをするようにというような指示、それからたくさんありましたけれども、派遣労働法制への改正の早期の成立を図る、あるいは求職者支援制度の創設など、雇用のセーフティーネットをしっかり築いていくようにと、こういうようなご指示がございました。厚生労働行政というのは、人が生まれてから、そして亡くなるまでの間、その個人個人にとって、本当に密接というか、密着したそういう行政でございまして、厚生労働行政がしっかりなされるということが、国民の皆さんの安心、あるいは健康、あるいは幸せにつながるということで、しっかりやっていかなければというふうに思っているところでございます。現政権の大きな重要課題といたしまして、経済成長改革、そして財政健全化改革、それとともに社会保障の改革と、こういうことでありますから、この社会保障改革、これについてしっかり取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。先ほども申し上げましたように、厚生労働行政、本当に幅広く、そしてまた深い、そしてなかなか複雑な行政でありますけれども、今後ともしっかり頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。大臣、NHK の田中です。はい、今お話もありました、社会保障と税の一体改革についてなんですが、はい、今回の予算の大臣が担当大臣になりました。はい、社会保障改革というと、厚生労働省がまさに主要中心的な省庁でもあると思うんですが、はい、予算の大臣との、いわゆる役割分担ですね、はい、と、どのように連携を取っていかれるおつもりなのかということと、もう一点それにも関わるんですが、年金制度改革ですね、社会保障改革の中で中心的なものになるかと思うんですが、それについて予算の大臣が今日社会保険方式というのが望ましいという発言をされまして、これは民主党の衆議院選挙のマニフェストと違う税方式と考えると違う部分ですが、これについてどのように受け止めていらっしゃるか、この2点を伺います。はい、社会保障改革につきましては、これは税と一体となって改革をしていくわけでありますけれども、厚生労働省といたしましては、この社会保障を担当する省庁といたしまして、すでに昨年の暮れに社会保障の改革検討本部ですか、作りまして、私が本部長でこれから社会保障の改革案を作っていくと、こういうことになっております。そこで
与謝野大臣とのその、まあ、どういうことで、この協力してやっていくかということについては、これからいろいろと協議をしながら進めていきたいというふうに思っております。それから年金改革につきましては、これは年金については、民主党としてはマニフェストにおきまして、年金のこの一本化といいますか、一元化といいますか、これを作りまして、その同じ収入なら、同じ保険料を払って、そして年金をもらうと、それに応じて年金をもらうと、そういう制度を作っていくと。それと最低保障年金について、これを税方式で行うというような、そういうマニフェストで、お約束をしておりますから、それを基本として、年金改革をこれから作っていくだろうというふうに考えております。ただ、新しい年金制度というのは、25年に法案を提案をすると、こういうことで準備を進めております。で、新しいその年金制度ができたとしても、その今の年金制度も、これも今、年金を受領していると言いますか、それが相当期間続いていくわけですから、その今の年金制度、それも改革もしていかなければということで、これも進めていくことになります。そういうことで、与謝野さんがどういう趣旨で、どのような発言をされたか、ちょっと私、分かりませんけれども、それは与謝野大臣といろいろと協力しながら、年金制度を作り上げていくということになると思います。時間ですので、あと1問で、はい、じゃあ前の方。どのような制度によるかで、年金の実務を担う組織の姿が変わりますが、歳入庁構想はマニフェストの中で見直しがあり得るのか、年金記録問題の解決のゴールをどのように歳入庁構想については、これはマニフェストでも約束をしたことでありますから、それに向けて検討をしていくということになります。それからもう一つは何でしたっけ？年金記録の、はい、解決のゴール。はい。年金記録につきましては、22年、23年度を集中的に取り組んでいくと、こういうことで今進めているところでございます。したがって去年の10月からは、紙台帳と、それとコンピューターの記録との付き合わせを始めたところでございまして、私どものこの計画では、1期4年の間で、それらを終わらせたいというふうに思っているところでございます。以上をもちまして、細川厚生労働大臣の記者会見を終わります。ありがとうございました。